こんにちは、霊夢です。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます、青子です。さ、今回もヤマハつながりで行くぜ。新型 MT-09 ですね。去年末の発表から約半年、発表まで長かったですね。安い、早い、かっこいい、三拍子揃った MT-09 について、サクッと紹介していくぜ。この動画で MT-09 を知った後、先日アップしたトレーサー9動画をチェックしたら、どちらを選ぶかで迷うこと間違いなし。宣伝でした。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。さて、今回の流れはこんな感じだ。1、新型 MT-09、SP の特徴紹介。2、ライバル比較。です。あれ、無印の解説はないんですね。メインは SP で行くぜ。無印との違いは都度語ってくぜ。さて、始めるか。1、新型 MT-09SP の特徴紹介。 MT-09 ってどんなバイク？初代 MT-09 は、新時代ロードスポーツバイクとして、2014年にヤマハから発売された。なんと80万を切る車体価格、他社にはない3気筒、パンチありまくりなエンジンってことで、売れまくったバイクだな。2017年に発売された2代目は、一気に悪っぽくなりましたね。あの顔つきだからな。ホイールカラーも蛍光イエローで、目立ちまくりだ。このモデルも大好評で、2018年には豪華装備の SP がラインナップされた。そして、フルモデルチェンジした3代目の登場というわけですね。じゃ、まずはデザインから見ていくぜ。エクステリアデザイン。ヘッドライトはインサートからモアイ化されたな。昆虫顔から単眼になったって言いたいんですね。この顔は、ダークサイドってイメージを連呼している MT にぴったりだと思う。でも連呼しているのは欧州側ですけどね。国内では一言も出てきませんよ。そうなのか。だからビームが出てる写真も国内サイトにはないんだな。あちらでは MT はジャパニーズ推しなんですね。それなら、タンクを黄色と黒のストロボカラーにして、帽子と爪妖怪アニメとコラボしたら。それは爆売れだな、ゆっくりしている場合じゃないな。ちなみに今回の一つ目ライトはプロジェクター式で、通常と比べ照射エリアとエリア外の境界の明暗差が少なく穏やかだぜ。私はパキッと境界付近が分かれてる方が好きですけど、今っぽくて。今っぽいといえば、リアフェンダーは元の形に戻りましたね。そうだな。ヤマハのラインナップだと、スイングアームマウントのリアフェンダーは、内見だけになったな。MT は機能美が特徴のモデルだから、こちらの方が水跳ねを抑えてくれるとか、なんか理由がありそうだな。エンジン。MT の売りは、なんといっても3気筒クロスプレインエンジンだな。今回のモデルチェンジで、エンジンも新設計となったんですよね。そうだぜ。ピストン、コンロッド、クランクシャフト、カムシャフト、クランクケースなど主要パーツはほとんど新設計だ。より切れたエンジンになってるんですね。出力も 88kW、93N となり、先代より4馬力アップしてるぜ。アシストスリッパークラッチ搭載で、トルク伝達率が向上、クラッチレバー操作荷重も軽減されてる。出ました、性能アップして操作も楽になる超技術。しかもエンジン本体は 300g の軽量化だ。さらに出力アップして軽くなる、超技術2連発。これは燃焼改善に伴う AI システムの廃止や、軽量ピストンのおかげみたいだな。AI システム？おう、AI 搭載だ。ちなみに CRF にもついてるぜ。いつの間にそこまで？ AI ってのは、エアインジェクションの略だ。日本語にすると二軸域導入装置だな。簡単に言えば排ガス浄化装置で、厳しくなっていく排ガス規制をクリアするための装置だな。電子炉採用や、エンジン自体の燃焼改善がされたことで、AI なしで環境性能を担保できるようになったんだ。で、AI いらないよ。ってことですか？その通り。人参いらないよ。ミッション。今回のモデルはミッションも最適化されてる。1速2速は従来モデル比でハイギアのセッティングとした、って話だ。これは例の切れっぷり問題に対しての対応策っぽいな。問題？先代の MT-09 の走行動画やレビューをチェックしたところ、乗車レビューしてる方々はこいつはヤバいバイクだって話をしてる。なんで？2代目 MT-09 には3つの走行モードがある。で、A モードはパワーがガツンと出るセッティングらしく、アクセル回路にエンジンが敏感に反応、その気持ちよさに頭のネジが振動で緩んでしまうんだって。それ、大丈夫なんですか？で、この性格をマイルドにするためのハイギア化かと。ハイギア化するとどうなるの？同じ速度で走った場合、より低い回転数になる。その結果、最高速が伸びて加速力は下がる。でも、この対応で敏感さが下がって、加速感も下がって、先代の刺激を求めてたライダーにとっては快悪じゃないの？いや、大丈夫だ。ヤマハはちゃんと対策してくる。どんな対策？ヤマハの得意分野、サウンドチューニングだ。何それ？心地よく官能的な音を追求したサウンドデザインってことで、MT-09 は排気音と吸気音に演出が加えられてるぜ。新型は声で活かしてくれるってことだ。おい。で、それが見てわかる部分がマフラー形状だ。
これを見てくれ。竿がない。ちょっと待て。これがサウンドチューニングだ。2箇所の排気口を路面に向け、地面に排気音を反響させる仕組みだ。音を反響させるって、まさに楽器ですね。それに、ブレスにも仕掛けがある。ブレスって何？吸気音のことだな。吸気ダクトは通常は1本だと思うけど、なんと MT-09 には3本ついてる。おい。各ダクトは断面積と長さの異なってて、通る空気量や振動量を意図的に調整。吸気音を超音することで、中高回転域で官能的なブレスを発生させているんだぜ。隙間風の音が、窓の開き加減で変わるのと同じ原理ですね。まさに楽器だな。どんな音が聞けるのか楽しみだ。フレーム。フレームは新設計の軽量アルミ製だ。先代から 2.3kg の軽量化をしている。リアフレームはアルミパイプ管だが、リアアームはアルミパネルを溶接したボックス構造で、光合成、軽量化を実現している。手間がかかってますね。そりゃもう、この気合の入れ方は、まさに日本のダークサイドだ。きっと現場では、性能追求のために、休日返上、サービス残業で厳しい要求に応えて、そっちへは起きてほしくないですね。ボディカラー。今回は4色展開だな。どんなカラーなんでしょうか？ブラック、グレー、ブルー、マットダークグレーだ。あら、全部ダークトーンなカラーですね。ダークサイド、だからな。ホイールはオレンジ、ブルー、ブラックの3色だ。そして今回のエンジンカラーには、新色のクリスタルグラファイトが使われてる。エンジンのカラー？初めて聞きました。確かに、エンジンに何かしら塗装がされてるのは知ってたけど、カラー名を聞いたのは初めてだな。これも MT-09 のキャラクターに合わせたチョイスらしい。そのネタはどこから？開発者インタビュー動画だ。新型発表時には、大抵ヤマハ公式動画としてアップされる。こうしたトリビア的な内容がたくさん聞けて面白い。見てない人は、一度見てみてくれ。サスペンション。フロントサスペンションはカヤバ製だな。インナーチューブ径 41mm の倒立式で、プリロードと伸び側減衰力の調整機能付きだ。SP では、よりキャラクターに合わせた専用セッティングと、インナーチューブの DLC コーティングでタイム猛性アップだ。リアはオリンズ製サスペンションが採用されてる。無印は DLC コーティングなしで、リアサスもカヤバ製ですね。ホイール。ホイールは従来モデルより前後で約 700g 軽量化だ。たった 700g？ ホイール軽量化の効果は大きいんだぞ。それに車と違ってバイクのホイール軽量化は難しいからな。同じホイールなのに、なんで？難しくしているのは、ホイールのデザイン性だ。車のホイールは、装着したら見えるのは片側だけだ。でもバイクのホイールは、両側のデザインが必要だろ？あ、そうか。車の場合、ホイールの裏側を見るのはタイヤ交換時ぐらいだし、多少ダイナミックに肉抜きしても問題ないけど、バイクはそうはいかない。デザイン性を気にしながら、軽くするのは大変なんですね。その通り。ブレーキ。ブレーキも性能アップしてるんですよね。おう。新型ではラジアルマスターシリンダー化されてる。ラジアル化って、今までのと何が違うの？より少ない握りで、大きな制動力を発生させることができるようになる。小さな動きで操作できるから、操作性アップというわけですね。先代ではブレーキが効きにくい、止まらないなどのインプレも結構見かけたから、その対策かと。疲労軽減にもなるし、ライダーにはプラスの改良ですね。電子制御&支援機能。今回は電子制御ももりもりだぜ。これも IMU が搭載されたおかげだな。ちなみに、他社ではボッシュの IMU ユニットを使うことが多いけど、ヤマハは内製してるぜ。何でもやりますヤマハ発動機コン、三強化。内製だと何がいいの？他社製でブラックボックス化している装置より、中身がわかる自社製のが細かい制御ができるからな。もちろん、その分の開発コストは増えるだろうけど。開発費をどこに振り分けるか、メーカーの考え方が現れるところですね。で、IMU 搭載で4種の制御システムが追加されたぜ。バンク角も反映した新型トラクションコントロールシステム。旋回性能をサポートする SCTES、スライドコントロールシステム。前輪の浮き上がり傾向時にライダーを支援する LIF、リフトコントロールシステム。コーナーでの制動時にも対応した BC、ブレーキコントロール。だ。IMU が搭載されると、バイク側で発生する情報は一気に増えますね。これだけの情報を処理するのに、ひょっとして ECU も高性能化してるのかな？インテルかな AMD かな優信かな？パソコンか。で、これらの機能を総合的に管理する走行モードも増えてるぜ。先代は STD、A、B の3モードでしたね。だな。今回は1つ増えて4モードだな。元気もりもりの1、お任せの2、レスポンスが穏やかな3、最高出力を抑えた4。そして、何が出るかはお楽しみの9。そんなモードはありません。果たして、伝説のモード1はどのような調教がされてるのか？やってくれたな、って感じだといいですね。メーター。かっこよくなりましたね。3.5 インチフルカラー TFT メーター採用だ。綺麗になったってだけじゃなく、色で回転数がわかるデジタルバータコメーターなど、カラー化を活かした機能もある。でも、ちょっと小さいです。俺にはこれぐらいのサイズでちょうどいいな。あんましメーター見ないし。メーターは男のロマンじゃなかったの？出かけりゃいいってもんじゃないぜ。メーターはタッチ操作とかできたりするの？できないな。タ
ッチ操作ができたら、ごっついスイッチボックスも小型化できるのにね。そうだな。バイクじゃないけど、ヤマハのマリンジェットではメーターのタッチ操作が採用されてたな。ひょっとしたら、バイクにも転用されるかもな。あと、SP にはクルーズコントロールがついてますよね。そうだ。みんなが念願だった機能だ。ちなみに、バイクのクルコンってどうやって操作するの？車と一緒だな。セットボタン押したら指定速度で巡航、速度昇降はスイッチ操作だ。長押しで2キロ単位に連続昇降できる。巡航中にブレーキ操作、クラッチ操作、スロットルグリップ操作したら、クルコンはキャンセルされるって仕様だ。最初使った時はおっかなびっくりだったけど、慣れたら最高な機能だな。車種紹介はこんな感じかな。気になるところは大体話したぜ。盛りだくさんな内容でしたね。今回の新型 MT-09 は、性能の底上げ感がすごいですね。ネイキッドでコンパクト、流行りの電子制御は全部乗せだからな。文句なしの性能です。じゃ、最後はライバル比較といくか。2、ライバル比較。今回の比較車種はこれだ。MT-09、Z900、GSX、SNS、CB1000R、モンスター、F900R ですね。あ、外車が入ってますね。うん、入れてみた。排気量や価格にばらつきはあるけど、気になってるバイクを全部入れてみた。では、比較表、ドン。各仕様で目立った特徴のある車種に、色付けしてます。じゃ、まずお値段から。一番リーズナブルなのは Z900 だな。4気筒のネイキッドが欲しいなら、おすすめの車種だ。川崎家は対象車種で、3年間の点検とオイル交換代もこの価格に含まれてるぜ。お買い得だな。次は車格を見てみるか。足つきが良くて車重が軽いのは、トカチのモンスターだな。この数値は魅力的ですね。とっても扱いやすそうです。燃費は？リッターあたりの燃費なら BMW が一つ抜け出してるけど、航続距離なら GSX1000 だな。300キロ以上走行できるのは魅力的だ。出力性能も S1000 が一番だぜ。出力性能は排気量が関係するけど、この表の中では、GSX1000 と CB1000R が一番大きいですね。こんなところだな。あれ？ MT-09 にいいねが一つもついてませんけど。これは狙い通りだ。何が？なんてったって、日本のダークサイドバイクだからな。こんな比較表には意味はない。自分で比較しといて何言ってんだ。暗黒面に落ちる覚悟があるライダーのみが、こいつと走ることができるのさ。どやー。決まった。さ、この中で選ぶなら、どのバイクにするだ？新型 GSX1000 があれば選んでたんですけど、MT-09 のサウンドチューニングと軽さに惹かれて、やっぱりヤマハです。やはりそうか。マリサは？俺は CB1000R だな。性能よりも見た目だ。長いホイールベースに短いテール。太いマフラーで4気筒。最後の1台にするなら、こいつを選ぶぜ。抜群に高いけど。あれ？ S1000 じゃないの？なかなか発表しないから、乗り換えたぜ。あら。嘘です。最近は普遍的なデザインに落ち着く年頃でな。見た目と乗り味を十分吟味して、お気に入りの1台を見つけましょう。では、今回は以上です。じゃ、お次は青子のバイクニュースのコーナーだぜ。こんにちは、青子のバイクニュースのお時間です。レスポンスのニュース記事に、こんな情報が出てました。小型二輪車新車販売が好調。コロナ禍前を上回る水準2021年上半期。ほほう。全国軽自動車協会連合会は7月2日、2021年上半期の小型二輪車新車販売台数を発表。前年比 21.8% 増の 38,625 台で、2年ぶりのプラス。2019年上半期と比較しても 14.3% 増と、コロナ禍前を上回る販売実績となった、なんですって。これって、回復してきたってことなんでしょうか？そう思いたいところだな。コロナ需要ってことも考えられますよね。コロナ禍で需要は増えたけど、それが原因で生産が滞る。なんか不思議な感じだな。メーカー別では、ホンダが首位に返り咲き、昨年トップの川崎が2位、3位はヤマハ、4位はスズキで変わらずでした。過半数はホンダか。車も5年ぶりに米国販売が増加してるし、イケイケだな。それにホンダの新型ニュースは、一段落しているので、次の話題が楽しみですね。だな。そろそろ電動バイクの発表があってもいい頃だしな。スズキの GSX-S1000 もね。それは。では、今回はこの辺で。それでは、See you!